こんにちは、リトマンです。今回の動画はですね、もう誰からも見向きもされなくなってきたユーフォルビアのメロホルミス錦、今年も小株を外していこうかなと思います。去年外したのが5月の27日なので、今年は1ヶ月遅れぐらいですが、まだまだ時期的には大丈夫かなと思います。ユーフォルビアの小株外す詐欺は今回と同じ方法が使えますので、よろしければ他のユーフォの小株を外す時の参考にしてみてください。この小さな鉢に入っている株が去年外した小株たちなんですが、12株去年を外しました。確か1株だけダメになったので、小株の発根率はかなりいい品種だと思います。1年間管理して中にはかなり成長した株もあるので、今年も外していきたいなと思っています。ちなみにこれが去年小株全部外した株なんですけど、1年でこれぐらい、こっちはこれぐらいですね、小株が大きくなりました。まだ吹いてないものは全く吹いてないですが、かなり小株の成長スピードも多いので、全ての鉢を2つに分けて1年交代で小株を外していこうかなと思います。ちなみにこの辺はあえて小株をつけたまま群生にしてるんですけど、ちょっとキチキチにだいぶなってきましたね。これもちょっと雑草生えちゃってますが、小株はめちゃくちゃ大きいです。なので今回はそうですね、この辺りとかこの辺りの株の小株を外していきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では今回小株を外す株を用意してきましたので、今年はこの6株小株を外していきたいと思います。で、用意するのは、まあ、何でもいいんですけど、100均で買った製氷、氷を作る容器ですね、に水を張ったものと、あと私はこの精密バサミっていうんですかね、これ多分園芸とかで使うような糸切るようなハサミなんですけど、これでいつも小株を外しています。で、小株の外し方は多分いろいろあって、まあおそらくは鉢から抜いて小株を外して植え直すのが一般的だと思うんですが、私は親株へのダメージも考えて、小株を外す際は親につけたまま抜かずに外すことが多いです。では早速小株外していきましょう。まずはこちらの株から小株を外していきたいと思いますが、本当に何も難しいことはなくて、この子が出ている根元の部分ですね、これちょっとわかるか微妙なんですけど、この根元の部分をこのハサミでチョキンと切ってあげるだけです。で、このハサミカーブをしているので、この親株に合わせて切ることができるので、すごく便利で使っています。よろしければ使ってみてください。 Amazon とかでもすぐに買えます。で、もう簡単にこの根元の部分を挟みてチョキッとカットするだけです。ユーフォルビアのこの白い液がたくさん出てくるので、この製氷の水につけた容器に入れて液を止めます。で、これがちょっと大きく成長しすぎたのはすごいカットしにくいんですよね。なので、ある程度ちっちゃい頃に切っちゃう方がいいのかなと思います。ちっちゃいのだとあまり親株も傷つけないんですけど、大きくなりすぎると今度親株を結構傷つけちゃうので要注意ですね。はい、切れました。こんな感じです。で、これもつけておきます。もうこれで終わりです。すごい簡単ですよね。小株を外すの結構緊張するっておっしゃられる方も多いんですけど、実は全然難しくないです。この根元の部分にハサミを沿わせてカットする。はい、液が出てくるのでつけておきます。根元に合わせてカットして、液が
出てくるのでつけておく。もうひたすらこれ繰り返すだけですね。で、親株への処理ですけど、特に何も殺菌剤つけたりはしません。つけなくても多分大丈夫なんじゃないかなと思いますね。これとかもう子供がだいぶ大きくなってるので問題なく発根はしてくれればいいんですが、こうなってくるとだいぶ親から外しづらくはなりますね。はい、もういいサイズですよね。これ子供ですけど、切り口はこんな感じです。この調子でどんどんもう抜いていきましょう。さっきも言ったように、この方法は例えば小吹きのバリダであったりとか何でも適用できるので、同じ方法でイルホの子供の外し方は問題ないと思います。で、子供を外す時期なんですけど、だいたい自分の場合は春から夏に入る前には外しちゃいますね。夏以降でも問題なく発根はするんですけど、ちょっと湿度が維持できる梅雨ぐらいの時期が一番ほっといても発根してくれるような気はします。これちょっと土足してあげた方がいいですね。はい、どんどん来まして、これで最後の株です。メロフォルミス実はあんまり粘りが良くなくて、まあ、ユーフォルビア全般そうなんですけど、なのでしっかり根っこが出て元気だなと思った株でも抜いてみると全く根がなかったりするので、結構油断はできない品種かなとは思います。丸くて形もいいです。はい、こちらであっという間に終了です。今回はちょうど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個小株が取れましたので、無事に発根してくれるといいかなと思いますが、小株の状態見るに大概の株は問題なく根っこ出てくれるんじゃないかなと思っています。で、このユーフォルビアの白い液が発根を阻害すると聞いたことがあるので、止まるまでは水につけておいた方がいいのかなと思います。ちょっと一回私は洗い流しますね。こういうシャワーとかでも洗い流しちゃって大丈夫です。この中だとこれがやっぱり一番いいかなって感じですね。このハサミをちゃんと洗い流しておきます。はい、OK です。で、一応この UFO の白い樹液が止まるまで少しだけこのまま置いておこうかと思いますので、半日ぐらいですかね、このままちょっと放置しておきます。土だけ出してきました。で、株によってはこんな感じですごい斜めに終わっちゃってるんですけど、今は小株外してダメージが入ってる状態なので、この状態で植え替えちゃうと、まあ、ダブルでちょっと負担かかっちゃうので、しばらくこのまま様子を見ます。1ヶ月ぐらいしてから今度またまっすぐ植え替え直してあげたいと思います。しばらく放置をして、
おおむね樹液は止まった気がするので、じゃあ実際に発根の管理をしていこうかなと思います。じゃあ水は捨てちゃいましょう。で、管理なんですけど、これが何でも小株ボックスで使ってる挿し木用の土ですね。挿し木種まきの用土を表面に敷いて、下は普通の多肉用土を敷いているものです。多分この辺も小株置いてて発根してると思うんですけど、もうこの上に置いていくだけで OK です。で、雨の当たらない暖かい場所で管理してあげた方がいいので、私の場合はいつもハウス内で管理をしています。あとはある程度湿度は保った方がいいので、水分は切らさないように気をつけましょう。で、これはあってもなくてもいいのかなとは思うんですけど、私はいつも一応このルートンをまぶしておきます。で、筆でルートンをこのさっき切った切り口付近からおそらく根っこ出るので、まあ、この辺り全体に薄くまぶしておいて、あとはもうここの軽くこの土の上に置くだけで OK です。めっちゃ簡単ですよね。はい、もうこれだけで、まあ、しばらくすると発根してくれるので、発根した株からちゃんと土に植え付けていく感じです。で、これだと土に植えてるわけじゃないので、発根したかどうかをこうやって確認することができるんですね。それも一つのメリットかなと思います。一回土に植えちゃうと、なかなか抜いて発根確認するっていうのが難しいかと思いますので、この方法がおすすめです。ちなみに簡単とはいえ、結構根出しに去年は時間がかかった気がしますね。さっき見せてた通り、5月の27日に去年は全部小株外してたんですけど、多分最終的に全ての株が発根して確認できたのが7月末とか8月ぐらいだった気がします。なので1ヶ月ぐらいはかかりますね。で、ダメになっちゃう株はもう明らかにすぐにしぼんでくるので、すぐに選別はできると思います。しぼんで黒くなってきた株はもう発根は厳しいですね。はい、 OK、 こんな感じです。で、これであとは土をしっかりと濡らしていきます。はい、こんな感じですね。あとは先ほど言ったように、私の場合はハウス内で管理をしていこうと思います。このうちどれぐらいが発根してくれるかは楽しみですが、また報告したいと思います。では本日はメロホルミス2式の小株外しでした。他のユーフォルビアでも同じように小株外せるかと思いますので、よろしければ参考に小株外して好きなユーフォルビア増やしてみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。